にちは、こうです。本日は視聴者さんよりご依頼のあった突発性難聴に対するヒーリングをお届けしてまいります。突発性難聴は突然の内耳の機能低下によって生じる難聴の中で原因不明のものの総称を言うんですね。なのでヒーリングをする場合も原因を特定してできないわけなんですが、内耳そしてイヤーチャクラに対してですねアプローチをしてみたいと思います。イヤーチャクラは気候ならではですよね。それでは参ります。
はい、完了です。はい、本日は突発性難聴に対するヒーリングをお届けしてまいりましたが、いかがでしたでしょうか。次回もよろしくお願いいたします。またね。